すごいですよ、これ。細かいとこまで、写真で撮るよりももっとなんか生き生きしてる感じがするというか、不思議な力がありますね。いや、これは感動しますね。生き生きと躍動感のある山形市の街並みを描いたのは、画家藤原大輔さんです。藤原さんは1988年、群馬県前橋市生まれ。東北芸術工科大学大学院を卒業後は山形市を拠点に活動しています。飛ぶ鳥の視点のような斜め上から見下ろす図法、鳥瞰図。さまざまな街を俯瞰で見渡し、建物や看板などを細かく、そしてリアルに描くことが藤原さんの作品の特徴です。鳥瞰図を超える作品にしたい。そんな願いを込めて、藤原さんは自身の作品を鳥瞰図と呼びます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、藤原さんの作品拝見したんですけれども、はい。壮大かつ緻密な感じがすごく素敵だなと思いまして、ありがとうございます。どうやって作品を生み出してるんですか？実際に街中を歩いて撮影して記録したものを元に作品を作っています。今回藤原さんが描くのは長井市。自然豊かな水の町です。まず藤原さんが訪れたのは薬師寺。実はこのお寺のご住職が藤原さんに長井市の絵を描いてほしいと依頼しました。佐藤さんは今年7月に開かれた藤原さんの個展に行き、その作品に心を奪われました。大変明るくて楽しそうな絵でございますので、長井を描いてもらいたいなというふうに一瞬で思ったという、そういう経緯ですね。薬師寺はまるで美術館。長井市を題材にした障壁画や絵画、彫刻など名だたる作家に制作を依頼し飾っています。作品を見て長井の魅力をもっと知ってもらいたいというご住職の思いがあふれる空間なんです。藤原さんの鳥瞰図も完成次第このお寺に飾られます。楽しそうな長井の俯瞰図になることを期待してるんですけれど、この思いを受けて、はい、いい作品作れるように頑張ります。長井市の街並みを一望するため、タスパークホテル長井にやってきました。藤原さんの絵には街の俯瞰の写真は欠かせません。長井市は西山の方から長井ダムを通ってこう川が流れてくるっていうのがあるので、やっぱりその西山を記録に残すっていうのはとっても大事なことかなと思います。続いて取材に訪れたのは旧丸大扇屋です。丸大扇屋はおよそ300年前から代々呉服商などを営んだ商家です。長井の歴史を語る上でとても重要な建物なんです。広いですね。扇屋っていう名前の由来は、扇屋ってのはやっぱ扇っていうのはこう末広がり縁起がいいっていうことからだと思います。有名な福助足袋を扱ってるよっていうやつとか、当時の看板を特別に見せていただきました。藤原さんにとってこの看板も建物の歴史を知る上で重要な資料となるそうです。俯瞰で描くじゃないですか、はい、中の情報はどういうところが必要なんですか？この建物っていうのが
その町を描くにあたってどれだけ重要な建物であったとか、そういうやっぱ情報が分かってる中で、じゃあどこにレイアウトしていこうかなとか、大きさどのくらいで配置しようかなみたいなところでいろいろと勉強にはなるので、ここから藤原さんも取材のペースを加速させます。すごい。7メートルの一角で屋根の質感を収めます。さらにここでドローンも撮影してますね。街を散策しながらシャッターが止まりません。長井市の取材はこの1日で終わりかと思いきや、この後冬や春と季節を変えて通い続けるということで、取材はまだまだ始まったばかりです。さあ、長井市を後にして藤原さんのアトリエにお邪魔します。本当に廃校となった小学校を活用し、東北芸術工科大学に関係するアーティストたちが共同のアトリエとして使用しています。今日撮った写真をこうやってパソコンに取り込んで、どういうふうに進めていくんですか？はい、長井市の、全体の、特徴が分かるようにそれぞれ、モチーフとかオブジェクトを入れ替えて作っていきます。見る人が、あ、これ長井市だなっていうのを一目で分かるような感じで、っていうのは常に心がけて作品を作っていますね。藤原さんの長井を作っていく。はい、今後も長井市の取材を続け、1枚の画像データを作ります。データが完成したら和紙に出力し、その出力した下絵にアクリル絵の具で着彩していきます。地道な取材を重ねて作った画像に筆を入れることで、街並みに立体感や躍動感が生まれます。描くことは絵に自分の魂を込めることだと藤原さんは話します。長井市の絵はいつ完成するかというと、だいたい1年半ぐらいかけて一つの作品を完成させたいなと。はい、1年半長いですね、道のりが。はい、頑張ります。これだけ時間をかけて思いを、ね、はい、詰め込んで描いたものをどういうふうに見ていただきたいですかね。自分の住んでる街とか、見たことのある景色っていうものを作品を通して見たときに、また改めていい街だなって思えるような、そんな形で見てもらえると嬉しいかなと思います。藤原さんは佐賀市で絵画教室を開き、子どもたちに絵の楽しさを伝えています。何かを表現することの大切さを未来につなげていきたい。子どもたちとの時間をとても大切にしています。子どもの頃ってみんな絵が好きだったと思うんですけれど、大きくなってくると人の目が気になってきたりとか、はい、人と比べちゃったりだとか、そういったことであんまりこう絵描かなくなってきちゃう人が多いと思うんですよね。絵を描くことが好きで、創作することが楽しいっていう気持ちをもうずっと持ち続けてもらいたい。改めてこの絵を描く上で大切にされていることってどんなところですか？看板であるとか広告みたいなところっていうのはこっちの手を入れずに、その見てるままをそのまま映し出すっていうことを、でそういった現実の今この一瞬を切り取って、でそれを、絵画にして、で未来に次の世代に残していくっていうことを、やりたくて、その今の街の姿っていうのをそのまま描くっていうのを心がけています。